宮崎県6段大重隆弘選手の試合でございます。第2試合以上、赤、正代選手の面が決まりました。第1試合場、京都府中野選手対秋田県土田選手の試合は延長の末、小手が決まりまして中野選手が勝ちました。引き続き第1試合場では、赤、埼玉県蓮市6段米谷雄一選手対しまして、白、大阪府5段大木戸悟選手の試合が行われます。
正代選手対宮崎県大重選手の試合は正代選手が勝ちました。